RMC チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。リスクマネジメントジャーナル、本日はゲストスピーカーをお迎えしております。カウンターインテリジェンス協会代表理事の稲村優さんです。稲村さん、今日もよろしくお願いいたします。リスクマネジメントジャーナルは、話題のトピックスから組織と個人のリスクマネジメントを考える番組です。提供は日本リスクマネージャー&コンサルタント協会、私は当協会副理事長の石川恵子です。普段は広報コンサルタントとして活動しております。今日のテーマは、タイトルとしては、モサドはなぜハマスの襲撃を察知できなかったのかということで、はい、まあ、イスラエル問題とも長年の問題でして、まあ、皆さんよくわからないところがあるとは思うので、ここの問題について、まあ、どこから話をしたらいいのかなとは思うんですけども、と稲村さんの方からちょうど原稿を書いたということなので、どこから話をしたらいいのか。私もちょうど今朝、うちのね、ライフパートナーとモサドの話いろいろしてきて、イスラエルの問題、まあ根が深いよねって、昔映画を作ったことがあるので、そういう話をしながら、まあ根が深いんだけど、いやでもそもそもなんでモサドは、モサドって言っていいんですか？あ、最初に。そうだ。モサドって言っていいのか分かんないですけど、この問題起こったのかっていうかな、はい、そこを、はい、お願いします。今回は、中東情勢に関しては、私は全然専門家でも何でもないので、はい、情勢に関しては、全くお話できない立場です。はい、するつもりもないですし。ただ、情報機関として、インテリジェンスとして、なぜ、察知できなかったんだろうという観点のみで、ちょっと解説しようかなと思います。はい。で、モサドでしたっけ？モサド。あ、そうですね。イスラエルの最強の情報機関ですね。うんうん、はい。そう、今タイトルどうしようかって話をしててね、ちょうど、はい、イスラエルの情報機関ですよっていうか、モサドですよねって言ったら、いや、イコールじゃないって言われて、え？と思ったので、最初そこの基本の知識の、はい、ちょっと修正というか解説をお願いできますか？はい、そうですね。モサドはすごく皆さんに慣れ親しんでるというか、非常にキャッチーな、まあ、彼らなんですけども、そもそも情報機関というのは日本であと、例えば公安だとか、公安調査庁だとか、防衛省だとか、という、いくつか分かれていて、イスラエルも同様で、例えば、モサドですね。モサドは対外情報活動メインとこだと。国外に出ていって、自分たちが出ていって、そこから各国の情報を収集する。情報収集したりだとか、まあ、秘密工作、暗殺なんかも非常に得意としているモサドですね。やっぱり怖いんですね。まあ、プロ中のプロっていうね。ですね、はい。私も知人で OB の方いらっしゃいますけど、結構モサドの OB の方って起業をよくされて、ええ、結構儲けるのうまいんですよ。あ、そうですか。うまいんですよ。何で儲けるんですか？まあ、いろいろですね。それこそ調査系の会社作ったりとか、はい、サイバー系の会社作ったりだとか、本当にいろいろやられていて、で、まあ、その方も起業されて、まあ、調査系でいらっしゃるんですけども。はい、はい。で、すいません、話それて、ええ、モサドですね。はい。で、あとは国内の治安を担当するシャバクですね。通称はシンベトっていうんですけども。シャベク？シャバク。シャバク。はい。シャバク。はい。で、まあ、公安機関だって、まあ、イスラエルの中の、まあ、治安だとか、テロ関連情報の収集を任務していると。イメージするのはあれですかね。公安警察っぽいですかね。公安警察。はい。で、まあ、国内の治安を担当する。国内。はい。あれですよ。だいぶざっくり説明します。ざっくりね。はい。ざっくり。で、最後はアマンですかね。アマン。軍事関連ですかね。はい。はい。で、今回の、まあ、イスラエルがなぜ察知できなかったっていう問題は、うん、まあ、そもそも察知できてたのかできてなかったっていう論点もありますけど、うん、まあ、察知できてなかったという仮説のもとなんですけれども、まあ、モサドのだけの原因じゃないよっていうところが大前提としてあるので、うん、タイトルで揉めた。揉めたというかですね。ね、ちょっと紆余曲折したですね。はい、そうですか。じゃあ察知すべき。はい。グループはどこになるんですか？本来だったら察知しているであろうというか、例えばアマンで言えば、シギントといって通信傍受とか得意としているので、そこはアマンがやると。あ、はい、はい、それがイメージですかね。なので通信傍受が失敗したから人から情報を集めるモサドが次出てくるとか、そういったイメージでこう組み合わせであるので、うん、どこか一つの情報機関の失敗だっていうわけではない。あ、じゃあ総合的にアマンもシャバクもモサドも察知できなかった、はい、イスラエルの情報機関としてできなかった。総合的ということですね。そうですね。はい、でもそれはハマスがそれをよく知っていて、傍受できる機関を先に爆撃するとか、あるいは人のところでこう情報がいかないようにするとか、何かハマス側の、はい、戦略が
非常に綿密に練られていたから、はい、ということなんでしょうか。そうですね、それもありますし、うん、まあ、両者の背景事情とかもあるので、解説するにあたっては、うん、インテリジェンスのこう大まかな流れでちょっと分解して説明しようかなと思っていて、うんうん、はい、一つ目が良質な情報の収集なんですね。良い情報を集めること、はい、で、それをその後に、うん、じゃあその集めたものを分析評価すると、うんうん、で、そうすると集めたインフォメーションが、はい、分析評価によってインテリジェンスに昇華されると、うんうん、でそのインテリジェンスをもとに、まあ、国組織として意思決定をしていくというのがインテリジェンスのすごくざっくりとした流れなんですけれども、はい、まあ、この過程にちょっと分けて解説しようかなと思っていて、はい、良質な情報の収集ですかね。で、情報の収集だと僕は多分初めてここ出させていただいた時に、はい、オシントとか、はい、オープンソースインテリジェンスだとか、はい、あとはシギントですね、通信傍受だとか、はい、いろいろ手法を言ったと思うんですけども、うん、ヒミント、人から情報を集めるヒミントという手法があって、うんうん、で、まあ、イスラエルの情報機関としてはそもそもハマスというのはものすごく重要な対象であって、はい、まあ、ハマスに対して常日頃から、はい、今言ったオシント、ヒミント、シギント、他にもヒミントとかいろいろあるんですけど、うんうん、いろんな手法を駆使して常に情報収集は試みている、うん、で、これモサドの OB も言ってましたけど、はい、ハマスはすごく重要な対象なので、うん、それを怠ることはないと、うん、それはまず大前提です、はい、中でまあ、少しイスラエルの方に目を向けると、うん、ヒミントにおけるですね、こう人材が不足しているだとか、うん、あ、イスラエル側に、そうですね、はい、まあ、そもそも人不足、そうですね、そもそもハマス自体に、ハマスってものすごくもう相対する関係なので、はい、ハマスに人を送り込むのもすごくリスキーだし、なり手もなりたがらない、すごく平たく言っちゃうとですよ、はい、うん、ですし、入り込めても人的情報源が少ない時もあるんですよね、うん、はい、っていう問題を抱えていたと。で、東大の鈴木和人先生がおっしゃってましたけれども、はい、ハマスの政治部門には、うん、イスラエルの情報機関の、ヒューミントは成功してたんだけど、うん、軍事部門ではそれがちょっと少なかったと。で、今回の奇襲は、軍事部門が政治部門を排除して、うん、軍事部門が主体で攻撃をしたから余計に人的情報が少なかったとおっしゃっていて、これは ものすごく大事な要素だなと思って僕も勉強させていただいたんですけども、うん、そういった前提の中でヒュミントにおいて人的情報源が不足、うん、人でも不足していると、うんうん、そうするとそれを補うべき術がやっぱ必要で、それはやっぱり技術なんですよね、うん、今だったらスマートフォンのハッキングだとか、はい、もちろん通信傍受もそうですけど、はい、シギントもイメージしていただければいいんですけども、まあ、それにちょっと依存している状態だったと。はい、まあ、てか依存せざるを得ない。というのもインテリジェンスというのはヒュミント、シギント、シンとかいろんな組み合わせがあって、はい、どれか一つだけでいるわけじゃないので、一つかければ別で補えばいいし、かといって全部うまくいけば全部やっちゃってもいいし。その中でまあちょっとヒュミントが弱まっていたと。そういう要素があるわけですね。はい、そうですね、まだ、まあ、ハマス側というよりはイスラエル側の、まあ、表裏一体です。表裏一体。今ご説明したイスラエル側の事情なんですけども、はいはい、じゃハマス側はどうしたかっていうと、はい、ですね、ブルームバーグの記事なんですけども、うん、元アメリカの国家情報副長官のベス・サナーさんですかね、はい、今回の奇襲にあたってこんだけ膨大な量の弾薬を搬入すると、うんうん、で大規模なこうものすごく大規模な作戦で、はい、これがなんでハマス隠せたかっていうと、うん、ハマスが極めて古いやり方を取ったからだろうって言ってるんですね。で、それはさっき言ったイスラエル側はヒミントにおいてちょっとまあ弱みがあって、うん、シギントにちょっと依存し、まあシギントというか技術に依存した中で、うん、ハマスがものすごくアナログなやり方をしてそれを回避したんじゃないかっておっしゃってるんです、うん、で、例えばなんですけれども僕らのスパイの世界で言うと、うん、僕が石川さんから情報を取るときでも、うん、もうスマホから情報を取っちゃった方が早いんですよ。うん、はい、本当の考えてることいっぱい入ってるので。はい、なんだけれども、こういうデジタルな機器を回避するには文章でやり取りすればいいですよね、はい。探知されないように。っていうので、ハマスは文書でその場、例えばですよ。例えばその場でやり取りをして、うん、指令を読み取ったらもうその場で破棄するとか。うん、そのぐらい徹底したアナログなことをやれば、ハマスの通、イスラエルの通信傍受にも対抗できたんじゃないかなと。技術に対抗したり、ネットワークを排除して。っていうのが、ハマス側の動きですね。そこに先ほど、お伝えした政治部門と軍事部門における人的情報源が、の方っていうのもあって。はい、じゃあ、両方の側面があるということですね。そうですね。
イスラエル側も軍事側の十分な情報収集ができていなかったということと、ハマス側では古いやり方をやったということで、そうですね、上限が少なくてイジスに依存したんだけど、うん、それを回避するやり方をハマスは徹底的に行っていたっていう、はい、それはストーリーとしてですね。ストーリーでね、はい、うん、それで結局イスラエルの情報機関として察知できなかったと、まあ、一つの要素としてはなんですけど、うん、これ結構インテリジェンスって、はい、結構いろんな要素があって、9.11 なんかだと1970年以降からですね、うん、アメリカのインテリジェンスではこう技術にどんどん傾倒していって、はい、ヒュミントを軽視していったんですよ、うん、で 9.11 が防げなくてヒュミントを再評価しましょう、うん、さあもう一回ちゃんとやりましょうって教訓があったりだとかですね、うん、ヒュミントもすごく大事なんですね、はい、でアナログな手法っていうのはヒュミントによってよく取られるんですけど、うん、今回失敗というかですね、察知できなかったもう一つの仮説としては、うん、もう一つの仮説はすいません、うん、良質な情報の収集自体なんですけども、うんうんうん、そもそもなんですけども、うん、情報を収集した時点で、はい、例えばそれが警告に近い情報だった時に、その情報がいつどこで攻撃を起きますと示唆してくれてるかどうかなんですよね、うんうんうん、私は明日イスラエルを攻撃しますっていうコミュニケーションが取れたらまさにズバリ警告なんですけど、はい、なんとなく準備してるとか、うん、そういった情報だと受け手側としてはこれは警告なのかどうなのか判断できないと、うん、でこれまた 9.11 でも当時あって、うん、2001年の8月の大統領日本、うん、これアメリカのシンクタンクの CSIS のレポートに書いてあったんですけど、はい、アメリカ同時多発テロに関して2001年の8月の大統領日報に、うん、アメリカのインテリジェンスのリサーチャーはビンラディンがアメリカで攻撃を決意したって書いてあるんですよ、うんうんうん、なんだけども受け手側としてはその文章の意図には今まさに攻撃が迫ってますよって警告の意を含んでたんですけど、うん、受け手側としてはそれを汲み取りきれずに、うん、ああ危ないのねと、ああ今危ないんじゃなくて危ないのねっていう、うん、すごくざっくりですよ、ああそういう受け方をしてた、だから情報の収集から伝達でもミスがあったっていう話なんですけど、まあこういうミスもあり得ると、はい、それは受け止め方というか伝え方もあり受け止め方もあり、そうですねっていうことですよね、はい、でこれに紐づく話が情報の分析評価の話ですね、うんうん、次のフェーズの話なんですけど、はい、まあ、分析評価でいうと AP 通信なんかは、うん、エジプトの当局がイスラエルに事前に警告してたと、うん、攻撃があるぞって警告してたって言ってるんですけども、うん、これもですね結局この警告を軽視したかもしくは過小評価した可能性があるっていうのがあります。その背景っていうのはちょっと中東情勢は僕は専門家じゃないので、はいはい、詳しく申し上げられないと言ったんですけれども、見方それぞれの報道の見方の一つとして、イスラエルが、まあ、ガザ地区に経済的に安定を与えようとして、はいはいはい、ガザ地区の方に人間に、まあ、教科書を与えていたり、はい、働く教科書を与えていたりだとか、イスラエル自体がハマスの関心が今経済にあるという、うん、まあ、風潮だった、はい、でさらにイスラエルもあとサウジアラビアへの関係の正常化に取り組んだりだとか、あとはですね国内政治も不安定だったので、うん、そっちに関心が一致だとという中で、まあ、ハマスからの関心が揃えていって、まあ、情報を受け取った情報を、まあ、評価を過小評価してしまったっていうのは一つストーリーとして描けると思っています。あとはですね、ハマス側もですね、攻撃する気がないように見せるとか、あとは僕たちは今確かに経済に関心がありますって見せておいて、着々と準備を進めていくと。はい。はい、で、あとはもう、それは政治部門が言ってることで、軍事部門は裏でこっそりちゃんと動いてたっていうストーリーも描けるので、まあ、いずれにしろこう、情報の過小評価っていうのはあり得たんじゃないかなと思いますね。はい、あ、まあ、掴みきれなかった。そうですね、なるほどね。そうするとやはりモサドは知ってて許すっていうことはきっとないとは思うんですけど、うそういうことってないですよね。だって命がかかってるわけだから、まあ、国民の、まあ、そうですね、言い切れないというか、あくまで今申し上げてるのは仮説ベースだし、実際に何があったかっていうのはこれから長い時間かけて検証されるはずなので、そこで分かってくることだと思うんですけども、なかなか分かっててあれだけのっていうのはないですよね。描きづらいなと、ね、素人的には思うんですけど、だからやっぱり察知できなかったっていうことの方が、
ていう仮説を持っていいんじゃないかなと僕は思ってますけど、はい、まあ、そうすると情報収集、良質な情報収集であったとしても受け止め方によって、まあ、意識、いろいろ総合的なところで気持ちが緩んでいたりとか、はい、他に集中するものがあったら、そうです、そうです、ね、素通りしちゃいますよね。確かに、はい、自分の関心が違うところにあったら、重要な情報がそこに来てたとしても認識できないっていうのは、はい、まあまあよくありがちだとは思うので、あとはこれがどこで起こったかですよね。例えば現場レベルのリサーチャー、アナリストが情報を受け取って分析するときに、そのアナリストがその情報自体を過小評価する場合もあれば、インテリジェンスとしてまとめられたものが、SRL 情報機関として、もしくは政治中枢として、過小評価された、判断されたっていう場合もあるし、そこのどこのフェーズでそれが起こったっていうのも、検証されるんじゃないかなと思います、ね。なるほどね。いや、これって、まあ、引き続き稲村さんとしてはこう追いかけていくものなんですが、稲村さんはどうやってこういうものを情報収集しながら、自分なりに分析していってるんですか？そうですね。これは、やっぱり信頼できる情報ソースですかね。例えばなんですけど、専門の先生方でも、考え方がいろいろある中で、はい、まあ、自分の中で信頼できる先生方の、まあ、話をちゃんと分析したりだとか、それこそ海外のニュースソースですかね、そういったものを分析したりだとか、あとあれですかね、自分のインテリジェンスのこの体系だったものの中にそこに当て込んでいって、なるほどね、まあ、今言った良質な情報と分析と意識って、はい、まあ、そこの軸を持って、はい、分析してみるということですね。そうです。なので中東情勢に関しては専門家ではないと何度も言ってるんですけど、はい、なので中東情勢に関しては自分で分析した情報じゃなくて、分析された情報を信頼できるソースから持ってきているだけなので、本当、インテリジェンスの観点でしか今解説できてないっていうのが現状ですね。でもそういう形面白いですよね。中東情勢が分からないと語れないっていうことではなくて、それぞれ自分の専門的な観点から、これに起きてることに関して、はい、自分なりにこう情報整理して考えて思考を深めるってみるっていうのは、まあ、本当に役に立つなと思いました、はい、良質な情報分析と意思決定ですね。そうですね、はい、今後はどうやって追いかけるんですか？このまた書くことがあるのかなと思って、はい、この後、そうですね、分析の視点、ちょっと将来的にどういうふうにやっていくのか、そうです、関心があるので。これもこの今回原稿書いてるんですけど、はい、その記事が出た後に、はい、CIA がこの情報キャッチしてたっていう報道も出たりとか、やっぱ続報が出てきてるので、はい、まあ、それはしっかり追いかけたいなと思いつつ、間違いなく今回の件って検証されるんです。イスラエルのインテリジェンスがどうだったかって、はい、検証されるんですけど、それはおそらく相当長い年月経つし、あとはその内容自体がインテリジェンス上のミスをしっかり指摘してくれるかどうかですよね。インテリジェンス能力を悪化することにもなるので、はい、なのでなかなか全容が出てこない可能性もあるんじゃないかなと思いますね。9.11 だってずっと長く、はい、いろんな分析されてましたもんね。そうですね。ただ今となってはこう明確な指摘がいくつかあるので、そういった形で記憶になるんじゃないかなと思います、ね。そうですね。はい、そう、まあ、今起きている情報だけ追いかけてると本当によく分からなくなるから、分からないですね。はい、やっぱりこう時々振り返って検証して時系列で考えてみて、はい、あとは自分でこう分析してみるってことなんでしょうかね。非常に分かりやすくて、まあ、役に立ちました。皆さんもこういったリスクマネジメントって、やはりこう一つ一つの情報をどういうふうに見るかっていうことも非常に重要な視点だと思いますので、皆様にも役に立てればと思っております。では今日は、モサドはなぜハマスの襲撃を察知できなかったのかということで、カウンターインテリジェンス協会代表理事の稲村優さんから解説していただきました。ありがとうございました。